こんにちは。ミニ四駆のモーターをコンセントにつないだらどうなるか。まあ、やったことある人はほとんどいないと思います。まあ、ですが今日の動画はこのミニ四駆のモーターを実際にコンセントにつないでどうなるかを確認してみます。で、実際に直接コンセントにですね、こういう風なコンセントにつないでもいいんですけど、それだと他の電化製品に悪影響を与える可能性があります。なので、直接ミニ四駆のモーターをコンセントには接続しません。どういう風にするかというと、こちらのブレーカーを使います。もしミニ四駆のモーターに大電流が流れたとしても、大元のブレーカーが落ちることなく、こちらのブレーカーが適切に過電流を遮断してくれるわけです。ということで、実際に回路を組んでいきます。回路を作る時の注意点ですが、この電源コードはまだコンセントには挿しません。刺しながら工作してしまうと感電する可能性があります。こちらのブレーカーに電源コードをつなぎます。まあ簡単ですね。ただ線を刺して、そしてネジを締めるだけです。こちらに赤色と青色の電線があります。この電線はブレーカーとモーターを接続するための線です。この線もブレーカーに接続します。次にブレーカーから出ている2本の線をモーターの端子の部分に接続します。ハンダ付けが終わりました。これから実験をします。実験を安全にするために、まずモーターをしっかりと固定します。コンセントを挿した時にモーターが暴れると危ないですから、しっかりと固定しましょう。ちゃんと自分自身を守るためにも、こういった防護メガネであったり、あとは爆発して音が出るかもしれませんから、ちゃんと耳栓をしておくことが非常に重要です。こういった耳栓は忘れがちなんですけども、ちゃんと耳を保護するためにも耳栓をつけることは非常に大事です。準備ができました。ブレーカーを投入してモーターに電圧を加えます。おかしいですね。これですね。電源ケーブルがコンセントに刺さっていませんでした。モーターは壊れてしまいました。なんか回すと変な音がします。モーターを分解して中身を見てみます。どのようになってしまったか確認します。中身はこのようになっています。回転子の部分を取り外します。まずブラシの部分がどうなっているかです。右が正常なブラシ、左が先ほど壊れてしまったブラシの部分です。壊れてしまった方はもうブラシは完全になくなっていますね。これは回転子の部分と固定子の永久磁石の部分を分離したものです。こちらの永久磁石のところにブラシの破片のようなものがくっついています。これは回転子の部分の比較です。こちらが壊れてしまったモーターで、こちらが新品のモーターです。ちょうどこの部分、整流子の部分があります。こちらも整流子の部分がありますが、壊れてしまったモーターの整流子の部分は溶けていますね。おそらくブラシと一緒に溶けてしまったのだと思われます。回転子の巻き線の部分にはダメージはありませんでした。ということは巻き線が壊れる前に整流子とブラシが壊れてしまったということになります。
先ほどの実験で分かったことは、コンセントの電圧を直接モーターに繋いでしまうと、モーターは燃えてしまうということです。モーターが燃えてしまうことは分かったんですが、燃えただけでどのように動作しているかというのは実際に確認することができませんでした。なので次はコンセントの電圧を直接モーターにかけるのではなくて、こちらのスライドレギュレーターを通してモーターに電圧を加えます。スライドレギュレーターで何ができるかというと、コンセントから来た電圧を変圧することができます。今回はこのスライドレギュレーターで電圧を下げます。モーターの中身が燃えてしまった原因ですが、おそらく電圧が高すぎたのだと思います。なのでこちらのスライドレギュレーターで電圧を下げます。電圧が 0V の時から少しずつ電圧を高くしていって、でそしてその時にこのミニ四駆のモーターがどのように動作するかを確認します。先ほどと同様にモーターをしっかりと固定します。そしてこちらのスライドレギュレーターにモーターの線を接続します。このままだと電圧を加えた時にモーターがどのように動作するのか非常に分かりにくいです。確認しにくいので、こちらのマスキングテープをモーターの軸に貼り付けます。そうするとこちらの軸が回った時にこのピラピラ回るので確認しやすくなります。スライドレギュレーターの電源を投入します。ちょっと一瞬電気が暗くなりましたけど問題ないですね。で今スライドレギュレーターの電圧は 0V に設定しているんですが、こちらにのモーターの軸はなんか振動していますね。で電圧を少しずつ大きくしていきます。こんな感じでなんかもうすごく振動していますね。振動はするんですがモーターは回りません。見えますか？こんな感じで軸は振動はしますけど回ることはありません。ミニ四駆に使われているモーターをコンセントにつなぎましたが、モーターは結局回りませんでした。この軸は動きますが、軸がただ振動しただけで回転はしません。この実験で分かったことは、コンセントから来ている交流の電圧ではミニ四駆などに使われている直流のブラシ付き電動機を回すことはできないということです。なぜこのモーターが交流電圧で回らなかったかを理解するために、まずこのモーターの動作原理を理解する必要があります。モーターの動作原理はこのホワイトボードに書いてある図を使って説明することができます。これはモーターの図です。こちらに N と S がありますが、これは固定子の部分の磁石です。 N 極と S 極がそれぞれあります。次にこちらの部分ですが、これは回転子の部分です。黒く塗ってある部分が回転子の整流子の部分です。そしてその真ん中の部分から3本棒が生えています。これは回転子の鉄芯の部分です。この鉄芯の部分は時速をよく通す金属の材料でできています。そしてこの棒の部分には巻き線が巻かれます。これから巻き線をこの図の中で巻いていきます。こちらの部分に整流子が3つありますが、その部分から巻き線の導線が2本ずつ出ています。実際に巻いてみます。まずこちらの磁極を1番と2番3番というふうにしておきます。まず1番の磁極についてどうなるかというと、このような巻き線が巻かれます。次に2番の磁極についてですが、こちらも同様にやっていきます。こんな感じですね。こちらの整流子の部分には2本の巻き線が接続されています。そして3番目の磁極についても同様に巻き線を巻いていきます。このような感じで接続されます。
そして最後に忘れてはいけないのがブラシです。ブラシがこちらの整流歯に接触することによってこちらの巻き線に電流が流れます。ブラシが整流歯に接触するパターンはいくつかありますが、ここではまず一つだけ紹介してみたいと思います。後で他の接触パターンも紹介します。ブラシがここと、あとこちらの整流歯に接触するパターンを考えてみます。そしてブラシは直流電源に接続されます。こんな感じです。こちら側がプラス、こちら側をマイナスに設定します。この状態で巻き線にどのような電流が流れるかを考えてみます。まず1番の巻き線についてです。直流電源がここから来て、この部分はプラスです。そしてこの1番の巻き線の反対側はどこに繋がっているかというと、こちらに繋がっています。こちらの整流歯には電源のマイナスが接続されていますので、結果1番の巻き線にどのような電流が流れるかというと、このような方向の電流が流れます。電流の流れる方向で時速の方向が決まります。この場合だと右手の法則でちょうどこんな感じの時速が流れるわけですね。そうするとどうなるかというと、この部分はちょうど S 極に見えるわけです。次に2番の巻き線についても同様に見ていきます。2番の巻き線はこちらの整流歯に接続されています。なので電流はこちらの方向に流れます。そして2番と3番の巻き線が共通になっている整流歯の部分があります。なのでこの方向に電流は流れていきます。そしてこちらの整流歯から電源のマイナス側に電流が流れるという方向になります。巻き線の巻き方と電流の方向から時速がどのような方向になっているかというのは右ネジの法則からわかります。2番の巻き線については電流の方向がこういう風な方向になっていますので、こちらの方向に時速が流れているわけです。3番の電極についてはこちらの方向です。つまり磁極的にはこちらが N 極で、こちらも N 極ということになります。ここまで説明できればあとは簡単です。固定子の N 極、S 極と、あとは回転子の N 極と S 極が互いに引き合ったり反発したりする力で回転子の部分にトルクがかかります。例えば1番の磁極ですと、こちらの方向にトルクがかかります。2番についてはどうなるかというと、こちらの N 極と反発します。その力と反対側の固定子側の S 極と引き合う力でこちらの方向にトルクがかかります。3番の電極についてはどうかというと、固定子の S 極と回転子の N 極、これが引き合う力です。こちらの N 極からも反発する力を受けます。なのでこちらの方向にトルクがかかります。この結果から回転子の部分は反時計回りに回ろうとします。これは整流歯とブラシがどのように接触するかを示した図です。4つのパターンがあります。回転方向はこちらの方向にとっています。回転していくたびにこの1番から2番、2番から3番、3番から4番というような方向で回転していきます。で、そして4番の次にまた1番に戻るといった回転の方向です。回転子の方向によってはこちらの2つの整流歯がブラシで短絡するモードもあります。この4番のモードと2番のモードがそうです。2つの整流歯が短絡するモードがあるんですけども、実はこれでも問題なくモーターは回ってしまうんですね。ここではあえて説明しませんが、こういうのは自分で実際に図で書いてやってみると面白いので、ぜひやってみてください。ここで改めて説明する必要もないと思いますが、このようにモーターに直流の電源を接続すると一方向に回り続けます。これは直流電源をモーターにつなげた場合ですが、次
この電源の部分をコンセントから来ているような交流電源にするとどうなるかについて考えてみます。ここが交流電源になります。周波数は 50Hz にしておきます。こちらの電圧がプラスで、こちらの電圧がマイナスの場合どうなるかというと、これは今まで説明してきた通りの反時計回りの方向に回転子は回ろうとします。 50Hz の交流電源ですので、電圧の極性が 10mV ごとに変わります。こちらの電圧の方が高くて反対側の電圧の方が低い場合を考えるとどうなるかというと、今まで考えてきた方向とは全く逆の方向に電流が流れるわけです。そうするとどうなるかというと、結果としてトルクの方向も変わるわけですね。ということで、この回転子は時計回りの方向に回ろうとします。電源の極性が入れ替わるごとに、こちらの回転子のトルクの方向も変わっていたわけです。なのでモーターは回転せずに振動したままになっていました。実際に流れる電流は交流電源から90度近く位相が遅れた電流が流れると思いますが、今回の動画ではそこまで難しいことはやりません。ミニ四駆とかに使われているブラシ付きの直流モーターは直流の電圧でしか回りません。非常に構造が似ているんですけども、交流の電圧を加えても回るブラシ付きのモーターがあります。それは何かというと、こういった電動工具とかに使われているユニバーサルモーターです。これはディスクグラインダーですが、ちょうどこの部分を開けてみると、こちらの部分にしっかりとブラシが入っています。ミニ四駆のモーターは交流の電圧を加えても振動しかしませんが、こちらのディスクグラインダーのモーターには交流の電圧を加えても一方向に回り続けてくれます。これはなぜかというと、ユニバーサルモーターというものが使われていて、その固定子の回路の部分が少し特殊だからです。これが一般的なユニバーサルモーターです。ミニ四駆との違いは、固定子の部分に永久磁石を使っているか、それとも電磁石を使っているかです。ミニ四駆のモーターの場合は固定子の部分に永久磁石を使っていました。なので常に磁束の方向は一定です。それが交流電流を加えると振動し続ける原因でした。一方でユニバーサルモーターの方はどうかというと、こちらの固定子の部分は電磁石になっています。しかもその電磁石に流れる電流と、こちらの回転子の部分を流れる電流が共通になっています。ということは、こちらの交流電源の電圧の極性や流れる電流の極性が変わったとしても、こちらの電磁石の極性 N 極 S 極が入れ替わります。なので常にこのモーターは一定の方向に回り続けることができます。はい、ということで今日はミニ四駆のモーターをコンセントにつないだらどうなるという動画でした。結論としては、モーターは回転せずに振動し続けるというふうな結論になりました。それでは最後まで動画ご視聴いただいてありがとうございます。